ちょっと優勢を意識してというか、なんか石取れそうだなと思って、うん、でもコスんでしまって白にすがりした時に、あのなんか変な手を打ったぞと思ってちょっと動揺してしまって、まだそこからもチャンスはあったかなと思うんですけど、その手で流れをおかしくしてしまって、ちょっとその後はもう、ちょっと石を取るのは無理そうです。でもなんか大石取れる寸前にミスすることはなんかあんまりなかったので、ちょっと悲しい感じなんですけど、はい、一力先生にあの TI であの打てるとこまで打ってもらえるとこまで来たことにあのとても満足です。あのでもあの一力先生がさっきオクロクをもらってて、なんかああいいなと感じました。今日の対局は途中はっきり負けの場面がありまして、あの負けを覚悟してた時間もありましたので、本当に運が良かったなと思います。日本代表するような棋士になっていくと感じました。